皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もサイバーパンク2077遊んでいきましょう。さあ前回ですね、エンディングの分岐に関わってくるパナムのミッションをクリアしたところで、今日はですね、ケリーのミッション、多分これが最後かな。ロマンスミッションね、戦場のカクテル、一応見ておきます。これですね、戦場のカクテル、19時にマリーナでケリーと会う。マリーナか、キリーのやつ、今度は何を企んでるんだか。海の中に沈めてやりたい相手でもいるのか。それともシュリンプカクテルでもつまみながら詩を考えるときに雑談相手が欲しいのかもな。まあだったらお前が相手してやれ。俺は知ったことじゃない。これ行きましょう。危険度中。戦闘かな？待ってね。棒に突っかかった。びっくりした。さて、マリーナ。ここで待とうか。さっきなんかそこからね、ロケットがブシューっていう風に打ち上げられていた。あれ初めて見たわ。さあ待とうか。ケリーを待つ。さあどうでしょう。来たな、ビー。そこね。ほら乗れよ。いいの？さすがお金持ち。ちょっとその辺までクルーズでもしようかと思ったな。どうだ？座ろうか。何かあったのか。何かあったのか。新たな始まりと生の宴会を祝うのさ。生の宴会？全部説明したら面白くないだろう。ほらどうするんだ。面白そうだな。付き合うよ。そう来なくちゃな。じゃあ出発だ。どれを押せばいいんだっけな。ああまあいいか。さてシームライ出航。そこにジョニー。いいギターだな。これかな。聞き覚えのないリフター。オリジナルか。聞き覚えがないが。そりゃ新曲だからな。ここんとここのリフが頭から離れなくて。こいつには可能性を感じてるんだ。いいギターだな。いいギターだな。ランカスターのカスタムモデルさ。このシリーズはこの世に5本しか存在しない。一つがこれ、もう一つはミリテクのお偉いさんが持ってる。あとの3本は知らねえな。リバースポラリティピックアップにエボニー製のフレット、カイマールのアームがスムーズなビブラートを可能にする。弦に赤ちゃけた色がついてるだろう。伝説のブルースマンデニス・フォードの血だって話だ。で最後、俺に何か用があるのか。ね、何か用があるんだろう。言ったろ、生の宴会ってやつさ。答えになってないんだが。ほら、ループ循環さ。一つのショーが終わればまた次が始まる。生きるとはそういうことだ。まあ俺の同志の受け売りだけどね。同志？同志。ああ、俺を導いてくれる師だ。キーアンというんだが、タンガランに彼のユルトがあってな、数年おきに訪れてる。何もない壁地でネットも遮断されたど田舎だ。で前に行った時に言われたんだ。宴会を閉じ、けじめをつける時が来たってな。だから今俺とお前はこうして話をしてるってわけだ。けじめってジョニーのことか。そのけじめっていうのはもしかしてジョニー絡みか。あいつの陰にいたこと。いや違う。まあ多少は関係あるかな。なんせ俺はあいつなしでもうまくやってきた。成功をつかんで富も得た。自力でな。だがどうしても何をやってもあいつのことが頭から離れない。しつこいやつなんだ。どうにかして引っぺがしてやりたいのに。
気持ちはわかる。円環ってのは何なんだ。なるほど、もっと詳しく聞かせてくれ。そうだな、これまでいろんな曲を書いてきたが、一番最初の曲は海の上で書いたんだ。で、今日また新しい曲が生まれる予感がする。円環ってのはそういうことだ。俺に作曲を手伝えて。俺に作曲を手伝えと。そうじゃない、お前自身が必要なんだよ。アスクラックスの件についてずっと考えてたな。あの時はお前がいて助かったよ。お前は現状を揺り動かす。お前と会うまでの俺は行き詰まってて、自分の影を見るのも怖かったんだ。で、今は。今はこうやって新曲に取り組んでる。アルバムだって作れそうだ。新たな魂を吹き込まれた、生まれ変わった気分だ。いわゆる悟りってやつを得たのさ。どうしようかな。成長しただけだろう。うまくいくか楽しみだな。どっちかっていうとこっちかな。うまくいくか楽しみにしておく。信じてないのか。乱痴騒ぎや裏切り裏切られのドラマとはおさらばする。新たな人生を歩み始めるんだ。なら応援するよ。まあそれも明日からだけどな。さあ、これでスキップトラベル、どっかに向かうのかな。どこに行く。さて、一丁自由の風を吹かせてやろうじゃねえか。レアなギターじゃないの。 B、 ボケと突っ立ってないで、お前も手伝えよ。カオスと破壊最高だな。いろいろぶっ壊すのか。派手にやれよ。自分の船をめちゃくちゃにして後悔しないのか。自分の船だ。俺が自分の船をシームライなんて名付けると思ったか。じゃあ誰のなんだ。鉛頭のゴミクズ野郎、エルビー・コバチェックさ。コバチェックってあのコバチェックか。レーベルの。ああそうだ、アスクラックスの件じゃまだしっかりお礼をできてなかった上、他にもいろいろあってな。ほら、お前もなんかぶっ壊せよ。全部エルビーのおごりだ。じゃあやろうか。せっかくだからめちゃくちゃにしてやろう。よし、めちゃくちゃにしてやるか。いいぞ、乗ってきた。いや、だからケガしそうなんだな。パーティーの始まりだ。コーヒーメーカー。僕が来たのか、ようやく真実に気づいたのか、どっちだろうな。と、これは絵画を破壊する。で、さらにこっち、レコードプレイヤー。いやー、高そうだけど。自分ちなみにゲームでイラついてるものに当たったってことはね、ほぼないです。自分が悪いと思ってるから。ミルクコーヒー、あとはそっち。何これ、何の棒なんこれ。で、キスをする。こっからロマンスか。よしと、どうかな。多分これでミッションクリアかな。今のロマンスシーンで多分一番力が入っていたかもしんない、全キャラの中で。どう、ケリーを待つ。どこ行った。ケリーを待つ。そこにいるの。浮いてきた。
家のプールでもっと運動しないとダメだな。かわいいよ。座る。ただ綺麗だな。息を止めてた方がいいぞ。鼻が曲がりそうだ。ここら辺汚ねえなこれ。綺麗だな。なんで爆発しないんだ。そろそろ誰かが煙に気づいちまう。船が救出でもされたら全部無駄になるぞ。もっと燃料を積んどくか。闇で C6 でも仕入れとくべきだったか。クソ。いや、なんでもない。どうだ、楽しかっただ。これ以上ない復讐だ。どうしようかな。目的を果たせた。次はどうするんだ。で、この後はどうするんだ。あるのかな、次が。何も。もう十分さ。この貴重な何分かの間、いい気分に浸ってられる。それだけでいい。ありがとよ。はあ、ロマンチックなこった。ナイトシティのルールなんてクソくらいだ。また今度付き合ってくれるか。2ラウンド目だ。抱きしめる。望むところだ。望むところだ。何ラウンドだろうとな。もう行こう。風向きが変わったら悪臭が襲いかかってくるぞ。送ろうか。で、トラベル。ああ、頼むよ。助かるよ。気にすんな。ここはどこかな。ジャパンタウン。これでミッションクリアかな。あ、ですね、戦場のカクテル。よしよし。じゃあこれでこっからですね、ついに行こうか。エンディングですね。残り3つのエンディングで、ちょっと待ってね。今マップを開いて、テレポーターね、レッドウッドマーケットで、こっから花子と会う。一応そうだね、手動のセーブしようかな。これかけて、あとのそうだ、隠しエンディング。これね、だいぶ難しいらしいよ。難易度イージーにしても相当難しいって書いてあった。で、まあその戦闘があるんだけど、そこでもし死んでしまうと、もうそこで強制的にあれだ、バッドエンド突入確定っていう感じらしいですね。うまくできるかな。なのでそこら辺はすいません、ちょっと難易度下げさせて。このね、場所がこれすげえ分かりにくいな。こういってで、エレベーターかな。で、パナム。B 調子はどう？何も問題はない。生体チップの件はどう？進展があればいいんだけど。ああ、やめだ。もううだうだしないではっきり言う。B、あんたが好きだよ。あんたに会いたい。自分がこんなこと書くなんてバカみたいだけど、とにかく送信を押す。で、返信。俺も会いたいよ。と、もう一個。パナムのいないナイトシティは抜け殻みたいに感じる。どう？特に特に返信はない。よし。で、パナマはここから分岐に関わってきます。エンディングのまずこっち、こっから。これどういう仕組みで飛んでんだろうね、よく分からんけども。で、エンバス。会話スキップしていきましょう。さて、で、分岐なんだけど、こっかな？エレベーターの中。パナマは協力したがってる。で、花子。俺が自分でローグに頼む。多分これが分岐か。じゃあパナムかな、まず。パナムは、協力したがってた。いいか、お前とパナムがどういう仲なのかは、よくわかってる。本当だ。でもな、だからこそやめといた方がいいんだ。絶対に彼女を巻き込むな。俺は一度同じ過ちを犯した。命の危険もあるんだ。巻き込んだ上、毎日のことがあったら耐えられんのか。俺たちが頼れる最後の希望はアフターライフの女王、つまりローグだけだ。で、ここで、お前が決めることじゃない。パナムルートに行きたいもんで。調子に乗って何を企んでる。これは俺の体、つまり決めるのは俺だ。今回は違う。ジョニー。おい、ほら見ろ、その様子じゃ。なんだよ、またおめんめか。
さあこれが分岐のルート、デモするケリー、デモするパナム、これあれか、協力ではないのかな。ちょっと待ってね、パナム、パナムと話す、大事な人ね。パナムか。声を聞くだけだ。それだけで済めばいいがな。そう、多分ここから協力もできる。もしもし、パナム、俺だ。今何時だと思ってんの。すぐに済む、すぐに済む。ちょっと声を聞きたかっただけだ。わざわざこんな時間にかけなくても。 B、 いいよ、何があったの。これからやることがあるんだ。これからやることがあるんだ。かなり危険だが、やらないといけない。何をするの。それはここで話せることじゃない。なら言わなくていい。今どこ、町にいるの。ああ、分かった。じゃあどっかで待ってなよ、すぐ行く。そうじゃないんだ、もう時間がない。もしかして前に言ってたことと関係あるの。そうだ。じゃあ一つだけ言うからよく聞いて。いい、解けない問題はないの。ゆっくり深呼吸して、そのことをよく考えて、それからまたかけ直してよ。私はいつでも待ってるから。でも話は終わり。さすがだな、口を挟む暇もなかった。いいじゃないか、余計なことを言わずに済んだ。連絡できてよかったな。俺にはそれができなかった。ここまでいろんなことがあったな。全ての始まりはあのクソったれなゴミ捨て場だった。その後殺されかけたけどな。まさにそれだ。さて、でこれがその分岐の選択ね。パナムに協力を頼むと、あとこれか、お前とローグに任せる。これが2つの結末に分岐しています。でさらにそこからもう1個ずつかな。どうしようかな。パナム、パナムに協力を頼んでみる。本当にいいんだな。引き返すことはできないぞ。いやこれも切ないわな。パナム、彼女を巻き込むことになる。あ、ノーマドと一緒にやる。パナムと一緒にやるよ。パナムとは気が合う。お前の危ないチューマより信頼できる。好きにしな。これが最後かもしれない。だからこそ自分の目で終わりを見届けたいんだ。神輿の中で会おう、ジョニー。俺一人か。落ち着いた。ああ、それはよかった。じゃあ聞かせて。今すぐアラサカタワーに侵入したい。何言ってんの。本気だ。例のジョニーの件で今すぐ手を打たないと俺は死ぬ。待ってよ、大体なんでアラサカタワー。テックサタワーの地下にアクセスポイントがある。冗談みたいな名前だが、そこが魂の牢獄に通じてるんだ。あ、魂の牢獄。やっぱりホロだと説明しにくいな。そこは神輿と呼ばれていて、俺とジョニーを切り離せる唯一の場所なんだ。もうそこにかけるしかない。確認するけど、こんな夜中にかけてきたのは、私にアラサカタワーへの侵入を手伝ってほしい。でないとあんたは死ぬ、そういうこと。簡単に言えばな。やるよ。やるって。今どこにいるの。リクの診療所。リパーのとこだね。それならわかる。ちょっと死ぬの待っててくれる。やってみる。どこにも行かないでよ、すぐ迎えに行くから。わあ、これどうなんだろう。アラサカタワーか、結局そこに向かっていくの。神輿あるもんな。とりあえず合流しようか。いやー、このなんていうかな、恋人を巻き込むってね、
この罪悪感よ。しかも死ぬかもしんない。その可能性の方がなんか高そうだし。どうなるかな。まずミスティエソテリカに行く。待ち合わせか。あなたなの？それとも俺だよ。これからどうするの？迎えが来る。なら入って一緒に待ちましょう。でそっからタロットか。1回目は悪魔だった。あれが悪魔エンド。今回は時間もあることだし占いでもどう？じゃあ頼むよ。不確かな未来を嫌がって占いで確かめようとする人もいれば、何かが変わること自体を嫌う人もいる。でもそれも間違いよ。人だって刻一刻新たな自分に変化してるもの。恐れるべきは変化そのものではなく何に変化するか。大切なのは道を見失わないこと。あなたとジョニーのために考案した特別なやり方よ。あなたの未来は彼の未来で、その逆も同じ。始めてくれ。まずはあなたからよ、ビー。愚者。幸先いいな。じゃあカードの意味を説明するね。愚者が象徴するのは旅の始まりや新しい何かの到来。好奇心が旺盛だけど愚かで無謀な面もある内なる子供。まるで初めて会った時のあなたね。魔術師。才能とカリスマ性を意味するカード。リーダーね。ジョニーみたいだな。でもこれは逆位置。その場合は依存傾向や精神の不安定さを表す。ああ間違いないな。確実にジョニーだ。最後は未来を示すカードよ。さあこれね、何が出るか。恋人。ようやく不吉じゃないのが出た。調和、友情、愛。へえ。 B、 私に何か隠し事をしてない？はあ？何のことだ。うろたえちゃって。別にそんなことないって。ねえジョニーの方は？好き。悪い意味はなさそうだな。わからない。謎を意味するから。うん、お迎えが来たようね。ああ、間違いようがない。行こうか。あんな風に怖がらせないでくれる。多分向かってくのは月エンド。もあるんだな。ねえ、私たちが力になるから。行くよ。キャンプでみんなが待ってる。気をつけてね、ビー。今の一瞬見えた笑顔も切ねえな、本当に。いや、お花畑は見えたか？具合はどうだ？なんとか。何があったんだ？何があったんだ？道中で気を失ったのさ。何度体を揺さぶっても一向に目を覚まさなくてよ。どうやら症状がかなり悪化してるようだな、B。パナムに様子を見てろって言われたんだ。パナムは今ソウルと話してる。お前に助けが必要なのは明らかだ。俺たちが何をしてやれるか話し合ってもさ。来いよ、みんなのとこに行こう。でだな、ウィー。戦争を始めるんだって？他に選択肢はない。それは俺たちも同じみたいだな。決行が明日だってことは伝えてやる。でもみんな納得してるのか？ウィー、周りを見ろ。戦争経験者はごくわずか。別に顔を見たかない。廃品あさりしかやったことがない連中だ。だから必要なことしか知らせてない。お前を助けるためだってことしかな。でですね、多分これが最後のミッションか。共に生きよう。リンゴッタリブトゥギャザー。ミッチについていく。じゃあそうですね、すいません、かなりいいとこなんですけども、今回ね、時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で次回ですね、エンディングを収録っていう形で進んでいきましょう。はい、
よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回サイバーパンクでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。